毒っていうね、あのことを学習しまして、おかしいな、音声は入ってるんだけどね。さて、はい、大事なものが。会議の議論は音声が入ってない。なんでやろ、ネット環境が悪いんだ。そんなこんなでね、まあ、あの広島のガチャさんという人が、あ、はい。マジかマジか、サイトスタートしてみてください。そうすると入ってるかもしれない。よしよし、あ、あったあった。あ、用心なおい。そんなこんなで各種ごめんなさいね。はい、ということで、ね、まだ、まだ今日なんかマシな方でですね、ライブの出だしに盛り上げのためにこうわーってガチャ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 ーって弾いてる時に切れたこともあります。それ超えたらまだ成長したかなっていう何だろうになってて、ね、と思います、とは思います。まあそんな松本なんですけども、最近めっきり目が見えなくなってきまして老眼老眼かな。ありうるっすよね。パソコンの画面の文字がね、昔は解像度が高くて文字が小さければ小さいほど画面に表示できる情報量が多ければ多いほどいいというので、無駄に高いパソコンを買ってたこともあったんですけども、そしてで僕の声がちょっと遅れて聞こえるよ。ですよね、それね。入ってますか。ちなみに 3G 回線だと30秒ぐらい遅れます。へえ、すごい。逆にね、逆にダーシュさー、ありがとう。若さってなんだって。おい、あれいいよね。あれギャバ振り向かないことやね。若さって愛ってなんだ、ためらわないことさ、ことさ。串田明さんやね。いやー、懐かしいな。ギャバン、シャリマン、シャイダーってね、ジャスピオン、メタルヒーローって呼ばれるやつですね。僕個人的にはシャイダーのデザインが一番好きですね。串田さんも70近いじゃん。革ジャン着て歌ってるから、ね、すごいな。佐藤さん、佐藤さんの引き出しに何入ってるんですか。内田竜也負けてへん。なんか適当なこと喋りながら弦の張り替えはできるようになったんですけど、まだチューニングしながら喋るっていうのができないんですよね。なんか気にならへん。ナイトプラフォーカー。よし、じゃあ懐かしの曲もやったところで、ギャバン今日、ギャバンね。ギャバンやってくれたら私喜ぶよ。できんのかな。男なんだろう。演歌分からん、すみません、調べときます。カンペ作っときます。楽しみにしときます。マジか、そんな需要があるんだね。ということで、じゃあじゃあここからはですね、今日インフルエンザで来れなかった、林基地追悼企画ということで。追悼死んでへん。死んでへんけど勝手に殺すなよ。そうの、林基地くん率いるキーチエモンズの曲のカバーをちょっとやってみたいと思います。はい、しで録音しとけって言われたらボイスメモを立ち上げて録音をします。
録音すると急にあのミスるんですよね。ね、キッチモンズは僕は大好きで、キッチコンがね、まあある意味僕の先輩みたいな感じなんですけど、かっこいいですね。僕ちょっと憧れますね、キッチコン。そんな、キッチモンズ、僕が好きな曲をじゃあ2曲ほどお届けしてみたいと思います。最初はね、楽しい人って言われます。一瞬先が闇だって僕は知っているから、幸せになりたいんです。僕の人生どれくらい笑うことができるだろう、幸せになりたいんです。ニコニコガハガハ笑う、シャクシャな顔で笑う、そんなスマイル、スマイル、ヒントはきっと隠れてる、好きなものは好きだということで一生懸命やりますんで、お付き合いいただければと思います。よし、じゃああと1曲どうかな。あとは結構あのキッチモンズの最近の歌なんですけど、なんかね、キッチモンズの隠しがね、いちいち好きでね、元気出るなっていう感じです。次回の企画は林キッチ企画なので、はい、ユーストで見てるだろう、林吉君。いつだろう、そこに。だったら録音しなくてよかったんじゃない。だね。8人いてます、ね、マジでそんな見てんの。ちょっと誰かお店に来れる人来てや、もうせっかくやから。ね、じゃああともう一曲、あの子の夢っていうね、曲があるんですけどね、なんかすごくなんか
なんか味があるなっていう、でも元気出るなっていう曲があって、僕大好きなんでちょっと歌ってみたいと思いますが、ちょっと飛ばしすぎて喉が酸欠も、ね、喉がやばいところにアルコールを入れると余計やばいと言いますが、仕方ないじゃないか、僕はビールが好きなんだから。よし、じゃああの子の夢っていう曲をやります。第1話じゃねえかよ。あ、ほんま。そんな、そんな、そんな感じ。こいつ、動くぞ。バカ者か。ね、パラパラめくった後でそのままガシャンガシャンやられるとおかしいなって。まあ、そこはアムロですからね。ね、あ、なるほどね。そういうことも、ね。他の人にはできない。あそれがゆえさん聞く。あ、すごいね。何が？いや、なんかすげえわ。僕なんか今日すごい人と
一緒にライブをしています。わかんないけど、このキャソンですよ。ね、ことさらにアピールをします。よし、ね、この後で、まあ、林貴一が来れなくなったということで、急遽、ゆえさんが、正武田ゆえということで、出る予定だったゆえさんが、ソロでも出ていただけるということで、ありがたい話でございますので、持つべきものは音楽ができる友達だ。本当にということで、いろんな人の、力を借りてお世話になりながら、魅力をかけながら生きております、松本でございます。髪の毛も無駄に長いです。で、この後は別に考えてなかったんだな。よし、あ、2曲目でも言いましたけど、僕は根っからのビール党なんで、ビールが大好きなんですけど、すみません、おかわりをください。ビール好きがあんまりに浸透しすぎまして、ライブ中にある人のバースデーイベントでね、いつも歌ってる歌をちょっと替え歌的な感じで歌ったら、ビールグラスでちょうだいみたいな歌詞をこう替え歌みたいな、自分のマス歌詞変えたんですけど、本当に俺にビールが出てきて、俺どんだけビール好きや思われてんねやろっていう、まあありがたい話です。まあライブ終わった後にきっちりお金払ったんですけど、そんな感じです。何やろうかな、はい、じゃあ、歌う許可をもらった曲を、人の曲ですけどやります。
はい、原大輔の夢追いっていう曲でした。よいしょ。ねえ、原曲と全然ちゃうって怒られた。原大輔を再現、普通のなんていうか。そうそう、あの最近インストギタリストになってしまいましたね、原大輔はね。変態ギターを普通の人が弾けるわけじゃない。そうそう、ここでね、ユーストリームをご覧の皆さんに耳寄り情報なんですけど、原大輔は頭が光ります。青くね、びっくりすんで、ピッカー光りますからね。決して頭髪がないとかそういう意味ではなくて、すごくもうちょっと読書灯になるぐらい光ります。言い過ぎか、ちょっとちょけすぎですね。カットしてください、ぜひしてください。もうそこはもうこれでもね。よし、じゃあ俺何分やってんの。よいしょ。いや、良い夜ですね。いやよし、なんか娘もが再生されてるけども、よし、よし、じゃあすいません、弦も切れたしグダグダしすぎたので次の曲で最後にしたいと思います。何やろうかな。しーちゃん、なんかリクエストある？ある。何？バカみたいに1曲目やって最初にやりましたよ。聞いてなかったな。もう一個あんねん、もう一個あんねん。何だから断面が出てけん。はい、なんでしょう。じゃあマスター、しーちゃんのリクエストで最後終わりたいと思いますが、あれ、何やったっけ、ね、なんてダメやったかな。どれどんなやったかな。あー、どんなやったかな。明るい歌。明るい歌、うん、基本僕は明るい歌しか分かった。結構多いよ。何があったっけ。8対2じゃないな、9.5 対 0.5 ぐらいでね。何やったっけ。ダメは出てきへん。どんなやったらかなって。ワンフレーズください。バカみたい。一曲目やったっちゅう。一曲目にやった。思いつかへんわ。1曲目にやったけど、これ頼むよ。はい、動かないか、動かないか。なんかなかったっけ、バカみたいにバカに言ってる曲を。あ、待ったんや。もう、よっしゃーい。お客様第一号でございます。いらっしゃいませ。第1号。第1号でございます。そんなプレッシャーかけられたら。どんどん追い込んでいきますよ。それはちょっと緊張する。お客様に緊張を強いるというね。それはそれで珍しいライブでございますが、で、師匠、俺何歌ったんやろ。歌ってる方自由。何やったかな。何やったかな。いや、めっちゃ有名なやつ。めっちゃ有名な。俺そんな売れてへんって。めっちゃ有名な誰やんか。やめましょう。バカみたいな歌で。あるやん。セッションしましょう。あ、セッションしましょう。はいはい、じゃあ。やっと出ましたね。やっと出たね。あ、すっきりじゃ。はい、じゃあすっきりしたところで、じゃあお待たせしました。最後の曲いきますけど、ことさらにユーストにアピールするっていう。じゃあセッションしましょうという曲でお別れしたいと思います。最後に、最後の曲をやる前に最後、昔カウントをコッコッコってやってて、そのまま、ピックを投げ込んだことがあります。わーってな。皆さん、くれぐれもご注意ください。はい、デリブルアクシデントということで、危険はね、常に日頃いろんなところに潜んでいますので。何やねん、お前です。ということで、僕はそれからコメント、カウントをこう薬指でするようになりました。ね、歴史に学ぶというかございまして、何の歴史やね。すいません。じゃあ最後セッションしましょうという曲でお別れしたいと思います。ありがとうございました。くるなり最後の曲ということで申し訳ないですけども、しかもうるさいですけども。いきなり食らいました。いきなり食らいました。最高潮でございます。最終回です。
はい、じゃあ何やろ、自分のテンションの持って行きどころを今失っておりますよし、じゃあやります。今日はありがとうございました。ワン、ツー、ワン、ツー、サン、ファイ。ありがとう。